かな。はい、ドリンクジャパンは今年はもう7回目でございます。ドリンクジャパンは日本で最大級の飲料関係イベントでございます。我々は台湾公選は台湾にある、最大級の飲料充填と包装資材の会社でございます。今回を含めて2回目にドリンクジャパンに参加しました。今回展示しているのも4つの項目を分けています。アーペット素材とプラスチックキャップとプリフォームと飲料充填でございますね。まずは、アーペット素材を紹介させていただきたいです。どうぞ。台湾公選もアーペット素材も扱っております。例えばこういうようなプリフォームとペットボトルも生産することも可能でございます。で、当社の特徴というのは 2点がございます。日本由来のリサイクル原料を使用可能なので、ともう一つは 10% から 100% の、お客様のご要望に応えることができます。プリフォームとプラスチックキャップは日本に販売する実績がございます。日本の取引先の中でいくつか大手の、お客様がいらっしゃいますので、もう日本の品質基準に達していると思いますので、これから日本の新規客にとして心強いではないかなと思います。飲料充填はこれから日本に拡大しようという事業でございます。もし日本の企業は台湾で販売する場合がでしたら、我々もその包材から充填まで0から1まで作ることも可能です。で、我々も東南アジアにたくさんの充填台を所有しておりますので、もし日本の企業は台湾だけではなくインドネシアに進出しても、我々も協力することもできます。